ルール説明。ザッツ夫婦のガチンコバトルである。旅をするのは日本の友人と、できるだけ島に宿泊する。一泊二日の旅行である。予算は2万円。プラス前回の再生回数。プラス島ポイント。再生回数は公開から2日後の同時刻にて集計を行い、勝敗及び次回の予算を決定する。報告はコミュニティ及びツイッターにて行う。島ポイントとは、その島でしか使えない持ち越しができないポイント。島人口1000人以下で3000ポイント、500人以下で5000ポイント、200人以下で1万ポイントとする。動画投稿は共に同日行い、先行高校は前回の勝者に決定権がある。これは離島届、一見別の紙に見えるが離島届だ。日程、行き先、概要を記載し、お互いに提出、炊事、洗濯、家事をこなし、承認を得たら出発。それでは、夫婦ガチンコバトル島旅、始まります。はい、どうも、雑馬です。夫婦ガチンコバトルの島旅始まりました。今回私は奄美大島を訪れるため鹿児島港北ふ頭にやってきております。こちらのですね、離島届もザッツさんに提出してきました。ガチンコ勝負ということで、今回もザッツさんに負けないように頑張ります。奄美大島は鹿児島県奄美市にある島で、面積 712.36km 平米、一周約 461km、 人口約6万人弱の島です。日本では佐渡島に次いで大きな島です。奄美大島へ渡るのは今回2回目になるのですが、前回には行っていない場所を癒しをテーマにスポット巡りをしていきます。どんな旅になるか楽しみです。フェリーの往復乗船券を購入しました。行きは二等寝台の個室を取りました。早速フェリー機械に乗船していきます。夜行フェリー往復乗船の詳しい様子は別動画にて公開しております。概要欄にリンクを貼っておりますので、よろしければそちらも合わせてご視聴くださいませ。フェリー機械さんありがとうということで、下船して奄美大島名瀬港に到着しました。現在朝7時になりますが、朝方は雨が降っていたようです。奄美の天気は変わりやすいので要注意。雨具は必須アイテムです。綺麗な朝日を拝みながら、向かっているところは奄美ラッキーレンタカー、レンタカー名瀬港から徒歩10分です。はい、今日はレンタカーで奄美の北部をぐるりと周遊していきます。早速南国の木が立ち並んでいる中を走っていますが、まず向かうのは綾丸岬。名瀬港から車で約1時間弱の道のりです。海の綺麗さに感動していたら、あっという間に綾丸岬に到着です。綾丸岬は観光公園として公園が併設されていて、遊具やプール、アクティビティが充実しています。家族で訪れてもとても楽しいでしょうね。見てください、こちらが奄美ブルーの海です。すごく美しいですよね。冬のシーズンではここからクジラを肉眼で見ることもできるそうです。綾丸岬というなんだか可愛らしい名前の由来は、綾におられた手まりから来ているそうです。奄美大島は鹿児島から380キロ、大阪から900キロ、東京から1300キロも離れて位置するんですね。気温は平均気温が20度を超える温暖で過ごしやすいことが特徴です。下にはレジャー施設が見えますね。子供たちがたくさん遊べそうです。こちらの建物の中にはミシュランカフェというカフェが併設されているようです。最高のロケーション、早速行ってみましょう。これは公園内に設置されているトイレです。日本で一番美しい景色のトイレではないでしょうか。綾丸岬観光案内所です。この中にカフェが併設されています。建物内はすごく開放感があり明るいですね。たく
さんのお土産が並んでいます。喜界島、徳之島、沖永良部島の特産品なども並んでいます。こちらでパンフレットがもらえます。奄美にノープランで来ても、まずは綾丸岬に来たら、こちらでゆっくりお茶しながらプランが練れるかもしれませんね。建物のドームの下には180度ぐるりお土産が並んでいます。こういうの見ているだけで楽しいですよね。加計呂麻島の塩も置いてあります。焼き汁のシュールな T シャツ気になります。カフェのこの景観素敵ですよね。海が朝日に照らされ美しいです。はい、お店の看板メニュー塩豚バーガーとアイスコーヒーを頼みます。こちらの席で朝ごはんにします。番号札が可愛らしい木の実でできています。 Wi-Fi があるのでゆっくり過ごせそうです。アイスコーヒーが来ました。塩豚バーガーも来ました。レタスとポテトサラダと塩豚とたくさん重なっています。どこから食べていいか迷いますが、いただきます。塩が効いています。豚肉の旨味も凝縮されていてとても美味しいです。ごちそうさまでした。朝からこのように美しい景色の場所でご飯がいただけてとても贅沢な気分になりました。奥にうっすらと見える島影は喜界島です。外にあるベンチでゆっくり景色に癒されてから次の目的地に向かいたいと思います。次は笠利崎灯台を目指します。車で約13分の道のりです。とその前に気になるビーチがあったので寄ってみました。大きい白い塊がゴロゴロとありますが、こちらサンゴなんです。なかなか本土の海岸でこの大きさのサンゴは見られないですよね。雲が通り過ぎると海の色のグラデーションも移り変わっていき美しいです。こちらの透明度すごいですよね。機会があればこちらで海を一日中眺めていたいです。これはヤシの実でしょうか。さすが南国です。海を近くで見て癒され、目的地の笠利崎灯台に向かいます。笠利崎に到着しました。笠利崎は奄美の最北端に位置する場所です。観光スポットにはトイレが併設されているので安心できます。こちらが夢を叶える亀さん。とても可愛いですが、
こちらなぜ亀なのかというと、奄美には海上信仰が根付いていて、海の向こうにはニライカナイ、ネリアカナヤとも言いますが、神の国があると信じられています。こちらの笠利崎では合わせて亀にまつわる伝説も残されており、ニライカナイから来た使者である亀をモニュメントとして残しているそうです。夢を叶える亀さんの近くに笠利崎灯台の登り口があります。灯台まで約8分。少し登ったところに岩場を流れる音水があります。こちらは神様のみそぎの場所でもあるそうです。なかなか厳しい階段が続きますが、登っていきます。笠利崎灯台に到着しました。綺麗。最北端です。奄美の最北端。綺麗ですね。笠利崎灯台は奄美群島最北端に位置し、奄美大島北部沖合および喜界島間の海峡を航行する貨物船やデッキフェリー、小型漁船などの船舶が灯台の明かりを見ることによって、自分の船がどの付近を航行しているか位置を確認するための指標となっている重要な航路標識です。結構登ってきたので、夢を叶える亀さんの場所が遠くに見えます。喉が渇いたので、フェリーに乗る前に鹿児島港で買った麦茶をいただきます。奄美の青を見ていると本当に癒されます。結構急な坂道なので、降りるときも気をつけて降りていきます。しかしこの絶景です。山々の緑が何か違うなと思って見ていたら、蘇鉄の群生地のようです。笠利崎の景色にも癒されて、次の目的地に向かいます。目的地は綾丸岬から笠利崎を折り返して西側にある蒲生崎観光公園です。車で約20分ちょっとの道のりです。主要道路から山道へと入っていきます。現在3月初旬です。奄美の桜は1月から咲くのですが、まだ残っていました。蒲生崎観光公園に到着しました。蒲生崎観光公園には蒲生神社があります。こちらがその入り口です。この木でできた鳥居が年季が感じられますね。トトロで出てきそうな道を通り抜けていきます。なんかすごいいい匂いがする。このお花ですね。お花がありますね。何のお花だろう。何のお花。なんか
ジャスミン系のいい香りがします。ジャスミン系の香りですね。ジャスミンなのかな。この不思議で可愛らしい狛犬と安行さん、雲行さんの金剛力士像ですかね。こちらを宮寺様と呼ぶそうです。お宮とお寺を合わせて宮寺様というのですかね。薩摩藩からの奉納品のようです。もやげがいるんですね。防護柵はフックを外して中に入ります。こちらの神社は源氏を見張る遠見番である蒲生左衛門という人物から取った名前だそうです。明治から昭和にかけては戦争で出兵兵士の武運長久を祈願し、多くの人々が参拝された神社だそうです。蒲生左衛門が祭神とされていますが、八寺がなしという御神体も一緒に祀られているそうです。八寺がなしは海上信仰の古くからの神様なのでしょうか。古くからの信仰と歴史を感じます。この鳥居の下の石は何なんでしょうかね。公園内には展望台もあるとのことなので向かってみます。蒲生崎公園展望台に登ってきました。蒲生崎観光公園展望台からは西から南に龍郷、赤荻、赤木那の湾が一望され、晴れた日は北方はるかに豊島の島々が展望できます。またここからの夕日は素晴らしく、夕日を眺める有数のポイントとなっているそうです。蒲生崎観光公園を後にし、そろそろお腹が空いてきたので昼ご飯にしたいと思います。目的地は奄美の郷土料理京阪の日桜です。車で約35分の道のりです。京阪日桜は3時半ラストオーダー、4時閉店です。3時少し前に来たのでギリギリといったところでしょうか。京阪だけでなく鶏刺しや豚足の塩焼き、焼き鳥もありますね。京阪を初めて食べるのですが、食べ方があるようです。ご飯の上に乗っける具材ですね。ご飯を中に入れて具材を乗っけてスープを上からかける、お茶漬けのような食べ方をするそうです。このスープとってもいい香りがします。スープとご飯はおかわり自由です。それでは早速いただいていきます。端にある香辛料のようなもの、何か分からなかったので少しだけ乗せました。スープをかけていただきます。鶏の出汁がすごい。何か柑橘系の香りがしますが、先ほどの香辛料のようです。
おひつには大体2杯分のご飯が入っていました。2杯目もいただいてごちそうさまです。こちら発見しました。この川があの香辛料の正体ですね。タンカンなのかな。200円ちょうどです。レシートご利用ですか。はい、お願いします。とっても美味しかったです。満足でお店を後にします。私の後に入ってきた女性が3時20分ぐらいに入ってきたのですが、もうお店は閉めるとのことでしたので、行く際は早めに行った方がいいと思います。お店の前に何やら無人販売所が。なんとソテツの無人販売所でした。1株500円。今回奄美に来たメイン目的が今日の夜にあるのですが、その前にホテルニュー奄美に向かいます。車で約30分の道のりです。途中立ち寄ったのがこちら水間黒糖さんです。隣が工場になっていて、サトウキビが置いてありました。こんにちは。おすすめってどれですか。好み好みですので。あ、好みなんですか。あの空いてるのがあるでしょ。あ、それを味見されて。はい。あ、そうなんですね。はい、ちょっと食べてみる。これと作り方が違うんですか。鍋かきっていうのと。鍋かきは、はい、これを取った後に鍋に残るんですよ。はい、あ、それをもう一回炊いてる。あ、なるほど。発酵したら鍋かきなんですね。はい、子供たちに黒糖のお土産です。おまけもいただいちゃいました。奄美といえばトンネルがとても多いです。このトンネルを抜けるとなぜの町が見えてきます。こちら右手にあるのがホテルニューアマミなのですが、こちらの側面にですね、駐車場の入り口があります。駐車場で係の方に車のキーを渡してホテルにチェックインしていきます。ご生産の方がですね、はい、あちらの方、牛工房の方にチェックインを入れる自動生産機ございまして、チェックイン画面を押していただいたら、はい、カードキーを入れてくださるか、はい、それを入れていただいたらそのまま中で生産に行きます。カミソリ、ヘアブラシ、綿棒、ヘアバンドはこちらでもらっていきます。大浴場がありまして、男女時間ごとに分かれているのですが、この日の女性は9時から12時です。こちらが今宵のお宿になります。お風呂はトイレ付きユニットバスです。ドライヤーも完備です。ハンドソープにボディシャンプー、シャンプー、リンスが付いています。匂い取りスプレーとエモンかけ2本です。枕元にはスイッチとコンセントとC タイプとライトニングケーブルもあります。日立のエアコンがついています。コンセントもう一つありました。一人で来る分にはちょうどいい大きさのお部屋です。寝巻きがあります。玄米茶が1パック、
冷蔵庫は電源が入っています。電気ケトルも完備です。もちろんお部屋の Wi-Fi も完備しています。こちらにもコンセントが2口。それでは今回のメイン目的の目的地へ向かいたいと思います。とこちらは海鮮屋ごっぱち。以前奄美に行った時に家族でランチをいただきました。なんとマグロ丼がめちゃめちゃ安いんです。なぜの市街地から先ほども通ってきた辰郷にあります民泊竹野さんに向かいます。車で約20分の道のりです。今回奄美に来たメイン目的ですが、島巡りシンガーの織香さんのライブを見に来ることです。織香さんは当チャンネルで取材という形でコラボもさせていただいたことがあり、島が大好き、船が大好き、おまけにしけも大好きというとってもキュートな方なんです。 YouTube、Twitter をやっておられます。船旅、島旅、織香さんのライブの情報などなど発信されておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧くださいませ。そして今回この可愛いウサギちゃんたちのいる民泊竹野さんでライブということで、ワクワクドキドキしながらまずはしし汁いただきます。とここでなんと織香さんあの来たんです。来ちゃいました。来たよ。この民泊竹野さんの庭に、ね、いっぱいになっているので、もう本当にもぎ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 持ってけっていうので、あそうなんです、ね、なってるものなんです、ね、なってるの。今日はですね、3組のアーティストが、音楽をお届けしていきたいと思います。楽しかったです。ライブ後にイノシシの焼肉をご馳走になりました。絞りたてのキャンカンジュースもいただいちゃいました。最高の奄美の夜を過ごさせていただきました。楽しかったということで、ホテルニューアマミに戻ってきました。おやすみなさい。おはようございます。ということで早速朝からバイキングをいただきます。煮物、卵、サバ、各種並んでいます。お漬物もありますね。お料理結構各種並んでいますね。湯豆腐、茶色いものもたくさん並んでますよ。サラダ隠しもあります。卵変わったところで卵黄の醤油漬けというのがありました。そしてこちら
昨日もいただいた鶏飯があります。シチュー、味噌汁、豚汁と汁物も充実しています。あとはヨーグルトとパン各種が置いてありました。ホットコーヒー、アイスコーヒー、お茶、お水、牛乳、ほうじ茶、シーカーサージュース、アップルジュース、オレンジジュースがあります。こんな感じで取ってきました。こちらは鶏飯、卵黄の醤油漬け、お漬物、きびなごの南蛮漬けにサバ、厚揚げの煮物に青菜の煮浸し、茶色系ですね、わかめサラダにマカロニサラダも入れてきました。もずくに湯豆腐、ちょっとヘルシーめですかね。早速鶏飯いただきます。鶏飯はお茶漬けのように朝からさっぱり食べることができます。卵黄の醤油漬けいただきます。結構しょっぱい、これご飯にかけるやつですね。このお漬物手作りじゃないかな、すごく美味しいです。野菜が新鮮、ごちそうさまでした。ということで朝から元気に動けそうです。食後にコーヒーもいただきました。それではお部屋を退出します。一日ありがとうございました。今日は朝からどこに行くかと言いますと、住用にあります奄美大島世界遺産センターです。車で約30分の道のりです。こちらは以前行った時にまだ完成していませんでした。どんなところなんでしょう、楽しみです。ファミリーマートで3品茶を買っていざ出発です。昨日いただいた水間黒糖さんのおまけもいただきながら行きます。奄美大島世界遺産センターに到着しました。こちらセンターから各観光地への目安の所要時間が記載されています。ここからは奄美の自然の成り立ちがパネルによって描かれています。奄美には動植物の固有種が多く生息しています。長い長い年月を経て環境の適応のために変化してきたことがこちらのパネルでわかります。こちらすごいですね。本当に奄美の森の中にいるかのように感じます。奄美の森はシイの木が多いんですね。昨日焼肉でいただいた琉球イノシシさん、すごく美味しかったんですが、シイの実を食べて元気に育ったんでしょうか。こういったタブレットのようなもので観察することもできます。こちらが有名な奄美のクロウサギちゃんです。こちらも固有種ですね、毛長ネズミです。雨の音もリアルで本当に森の中にいるかのように錯覚できます。奄美は起伏に富んだ地形と黒潮の流れなどから多種多様な生物環境ができたんですね。勉強になります。こちらのセンター無料で入ることができるんですよ。奄美の山岳信仰、海上信仰などは自然の経緯から生まれたんですね。島の周りにある突出した岩は神が降り立つ立ち神様とされていました。独自の文化のようですが、日本古来の信仰が残っているようにも感じます。こちらの写真の立ち紙は大和村の今里にあるそうなので、後で見に行きたいと思います。セ
センターの中には可愛らしいお土産ショップもあります。奄美の妖怪ケンムンのぬいぐるみなどもあります。こちらのケンムンマグカップ、猫づかみされてて可愛いです。次は赤土山展望台に向かいます。車で15分の道のりです。少し走らせたところにマングローブの原生林を上から眺められるスポットがあります。奄美は新緑の季節、緑が美しいです。この時期が鳥は面白い。あ、そうなんですか。マングローブを見ていると突然ガイドさんに話しかけられ、奄美の歴史について伺うことができました。奄美大島は黒潮が近くを流れており、大航海時代には黒潮を利用して北上し、日本に入ってくる船がたくさん訪れたそうです。そのため別名道の島とも呼ばれていたそうです。多くの船たちは目的地が長崎や博多港のため、奄美には水や食料を補給のために立ち寄るだけで、山深い奄美には何もないため降り立つことはしなかったそう。しかし港として発展しなかった代わりに、この奄美の大自然や古くからの風土などが残ったのではとのことでした。この島にはまあ古い古い大和言葉も残ってるけども、それ以前の言葉も残ってたりするから、言語学者が来たり考古学者が来たりとかするんだけど、未だにこう謎が多いし、そう、深いですね。歴史が面白い。なるほど。海海賊塾様、立ち話でたくさん教えてくださりありがとうございました。またお話聞きに行きます。改めて赤土山展望台に向かっていきます。15分の道のりです。赤土山展望台に到着しました。こちらからは奄美の最高峰湯湾岳が望むことができます。3月は奄美の新緑の季節、ぜひ山も訪れてみてはいかがでしょうか。次の目的地はランチです。ガジマル茶屋に向かいます。日陰ヘゴの群生があったので立ち止まりました。とっても綺麗ですね。幹にある丸い模様は葉っぱの取れた後で、年輪の代わりとして樹齢を見るそうです。ガジマル茶屋への道のりはちょっと複雑でして、近くまで行ったら事前にお店に確認して連絡した方が無難かもしれません。こちらの共同祭事場の横に車を止めるということです。ガジマル茶屋に到着しました。この実何ですかね。こんにちは。こちらの古民家、いい雰囲気ですよね。メニューです。プラス100円でコーヒーがつくようです。店内とっても落ち着きます。酵素漬けを一つで、コーヒーをプラスでお願いします。オーガニックの調味料ですかね。こちらのマヨネーズ、卵を使ってないんですね。アレルギーのある子供たちにも使えそうです。こちら酵素の素でしょうか。手作りで作っているんですね。オリジナルのドリップコーヒーもあるようです。豚肉の酵素漬けランチが来ました。この照り美味しそうです。副菜もバラエティに富んでますね。どれも美味しそう。
卵スープもついてます。それではいただきます。豚肉の旨味がすごい甘いです。サラダも新鮮、ドレッシングは柑橘系、お煮付けもしっかり味がついています。ポテトサラダもいいお味、セロリの和え物もシャキシャキしてとっても美味しいです。あっという間にいただいてごちそうさまでした。食後のコーヒーいただいていきます。チョコレートとガバの実もついてきました。コーヒーも深みがあってとっても美味しかったです。お疲れ様です。ガジマル茶屋さんのランチとっても美味しかったので、ぜひ行ってみてください。次は立ち神がある今里漁港に向かいます。今里漁港の立ち神様が見えてきました。遠くから見てもこの大きさ。大和村今里漁港に到着しました。今里は奄美の中で西側に位置します。夕日を見に訪れてもとても綺麗な場所だと思います。今里では20年ほど前まではカツオ漁が盛んだったそうです。海上信仰からノロの神事も行われており、いろいろな行事が行われてきました。海の奥の理想郷未来家内、別名練屋金谷から神様たちがやってきて初めて降り立つ場所が海上の岩、立ち神様だと言われています。お向け大堀などは神様をお迎え、またお送りするノロの行事でしたが、今里集落ではノロの後継者がいないということで、こちらの行事もなくなってしまったそうです。こちらの岩場もなかなか圧巻ですよね。たまにヤギが降りてくるそうです。こちらが今里の立ち神様です。練屋金谷から来た神様はこちらに初めて降り立ち、今里集落の上にある神山に向かっていくと信じられているそうです。神山までは集落にある神道と呼ばれる道を通っていたそうで、私はその神道を探してみることにしました。この村で育った方に案内していただいたのですが、今はなぜに住んでいるそうで、今ブロックでありますでしょうか。はい、はい、あ、そうなんですね。どっかにあるかが、はい、はい、この通りは横砂地で、この今ある大きな道路がありますでしょう、はい、あ、神道地とか、あ、そうなんですね。あ、ここ神道だったんですね。神道地で、いろいろ、あの、神が通るから遮断するなとかね、あ、そうですね、汚さないように掃除してとかね、あったんですね。ノロによる神事ごともなくなりつつある集落で、神道も少しずつ形がなくなってしまっているのでしょうか。行ったところにありますか。わかりました、ちょっと見てみます。すいません、ありがとうございます。今里集落の道はこの立ち神様がどこにいてもよく見られるように作られています。さらに他の村の方にお伺いして神道の全貌が分かってきました。神道というのは何本もあるのではなく、神様が立ち神から神山までを行く中で神事が行われる利根屋などを立ち寄り、集落の中を迂回して通れるように作った一本道です。神様が村の中を通ってもらうようにぐねぐねと曲がっているんですね。このような風習も少しずつなくなっていっているのが少し悲しいですが、しょうがないことなのでしょうか。そろそろ帰りのフェリーの時間が近づいてきましたので、大浜海浜公園を立ち寄り、なぜに戻ります。道のりは50分ちょっとです。途中あまりにもの綺麗な景色に立ち寄った都営ふれあい公園です。遠くに今里の立神様が見えています。こちらはおがねくふれあいパークです。海の青さと透明度すごいです。
後にこちら大浜海水浴場にやってまいりました。白い砂浜、全部サンゴでできています。このコンクリートのようなものは自然にできたそうです。サンゴのカルシウムが石灰化したものです。透明度がすごい。奄美の海、ずっと見ていたいなと名残惜しいです。なぜに戻ってレンタカーを返却します。名瀬港の海もこの透明度。お腹が空いたので市街地にある奄美サンドイッチさんのカツサンド買ってきました。400円です。こちら鳴いているのはイソヒヨドリです。イソヒヨドリのおしゃべりを聞いているとフェリー奄美が入港してきました。この時フェリー奄美は1時間近く入港が遅れていました。なんだか急いでいる風に見えます。フェリー奄美に乗船していきます。夜行フェリー往復乗船の詳しい様子は別動画にて公開しております。概要欄にリンクを貼っておりますので、よろしければそちらも合わせてご視聴くださいませ。あっという間に鹿児島港に戻ってまいりました。奄美の1泊2日フェリーも入れると3泊4日の旅行、とっても楽しかったです。奄美の美味しいご飯、綺麗な海の色、堀川さんのライブ、海と山の自然、すべてに癒され尽くした旅行でした。今回奄美を訪れて、島の自然同様古くからの伝統も息づいている中、失われていくものもあるのだなぁと感じました。奄美にぜひ足を運んで、自然と風習をぜひ体験してみてはいかがでしょうか。もしかしたらそれが島の伝統を残していくきっかけになるかもしれません。もしこの動画がちょっとでも良いと思ってくださいましたら、チャンネル登録・高評価いただけたらとっても嬉しいです。また次の動画で